ちょっと最初香りは硬いですね。味見しますね。味見です。悪くはないんですが、やっぱり角が立ってますね。香りもちょっとなんか硬い感じがしますし、やっぱりデキャンターします。本当にこうすると味変わりますからね。で、振らないでもこう口になんかね、突撃銃の銃口みたいな、こうなんていうの、フラッシュハイダーっていうか消炎性帯域みたいな、ああやった銃口につけるアダプターみたいなやつが、こうつけるやつあるんですよ。そうすると注ぐ時に空気と一緒に混じってデキャントの代わりになるっていう、そういう注ぎ口あるんですけどね。それを使うっていうのも手です。そうすればいちいちこんな振らなくていいし、まああれもいい値段するしな。こうすると本当に味変わりますけどね。うん、柔らかくなっていうか華やかな味になりました。味っていうか香りですね。で、乾杯。うん、あ、味に透明感が出ます。クリアな味になります。うん、なんかワインのグレードが2グレード、まあこれ1本普通に買えば3キュッパだから、まあ450円ぐらいですか。それがまあ2000円ぐらいのワインになる。だからそんな感じですよ、本当に。でもワインって本当わかんないですかね。これラベル塞いでサーブしたら、あのラファエルさんも一杯壊されましたからね。部下の人にこのロマネコンティの中身を1000円のコンビニワインにすり替えられて、で来客と一緒にやっぱりロマネコンティはいいねうまいねなんて、そんな赤っ端書いたっていう、そういうびっくり動画、ドッキリ動画ありましたからね。でやっぱり後で本当のロマネコンティ見たら、あ、やっぱ違うわって。でもそういう瓶に入れてそういうもんだって思い込まされて飲むと、やっぱりそうなっちゃうんですよね、味って。結局ワインっていうのは味っていうかそのものじゃなくて情報を飲んでるっても言えるんですよ。今ボジョレーヌーボーを飲んでる、今そうやってロマネコンティを飲んでるっていう風に、うん、一種の暗示をかけてそういう風に感じてるだけかもしれないですかね。そうやって本当に中身すり替えて本当にその味が分かるかっていう人は少ないのかもしれないですね。これがそういう、まあ、フランスとかイタリアじゃなくてドイツのワインだとちょっと話は違ってくるんですよ。ドイツのワインっていうのは、まあ、主に甘さで等級が決まっておりまして、確か下の方からターフェルワイン、まあ、これテーブルワイン、まあ、日常消費用ですね。その上のランドワイン、まあ、地酒って意味みたいなんですけど、でその上が配り手つワイン、まあ、上級酒みたいな。でそこからなんていう肩付き肩書き付きワインってなりまして、その配り手つの上がカビネット、カビネットの上がシュペートレーゼ、シュペートレーゼの上が、アウスレーゼ、でその上が、ベーレンアウスレーゼ、でその上がアイスバインで、一番上なのがトロッケンベーレンアウスレーゼ。すると甘さが全然違うんですよね。その一番上のトロッケンベーレンアウスレーゼってなると本当にブドウのシロップを飲んでるようなトロットロの甘いワインですからね。まあ、そこまで甘くなっちゃうと食事と合うっていうわけにはあんまりいかなくて、食後のデザートワイン、まあ、食後酒、まあ、食後にまったりして飲むっていうふうに適してるんですよ。今、まあ、ドイツワイン安く、そういう、そうアウスレーゼでも安く手に入りますからね。まあ、ヤマヤとか、あとイオンリカとか、まあちょっとなんていうかプライベートブランドというか、そういった安いブランドで1本1000円でアウスレーゼとかね、そういったシュペートレーゼ売ってたりしますからね。うん、まあそれ試してみるのもいいかもしれません。女性の方は特にああいった甘口、しかもドイツワイン軽いですからね、うん、9度とか10度しかないから、それに冷やして飲むのが、うん、普通っていうか冷やして飲むのが王道みたいな飲み方ですから、だから結構女性の方であるいは初心者の方にはいいかもしれません。フランケンだの、あるいはラインだの、
いろいろまああるんですよね、そういった産地によって、まあ、そこでやっぱり飲み比べながら、うん、まあいろいろ味の違いを比べるっていうのもありますよ。まあ私の場合はやっぱりその中でもモーゼルがまあ一番こうピリッとした酸味、この軽やかなちょっと炭酸みたいな酸味があって軽やかな、うん、爽やかなその感じがいいんですよ。ちょっとよく売ってるリープフラウミルヒのなんだっけな、うん、あるや、あれは確かラインヘッセンだっけ、あれちょっとねなんかまったりしていて、まあそれしかなきゃしょうがないです、あんまり好きじゃないですよ。できればやっぱりモーゼル、あの特によく猫のね絵の描いてあるああいうのが多いですけど、まああれにも逸話があって、うん、なんかいい酒がないかなって仲買人というか買い付け人が酒樽を探してたら、ある樽のとこで黒猫がこれに触るんじゃねえみたいに威嚇していて、なんだろうって思って不思議に思って、でその樽を開けたら実にうまかったという、でそこからあの黒猫の絵をまあラベルに描くっていう、それだけなんか黒猫が守ろうとした最高の酒みたいな、そういう意味でああいうラベルになってるんですよ、モーゼルワインは。やっぱりモーゼルワインのあのキリッと冷やすとビタン酸みたいなあのね、うーん、爽やかな風味がいいんですよ。でその爽やかな風味とで上の方に行くとアウスレーズとか、まあね、うん、ベーレアウスレーズ、まあそこまで行くとその酸味と甘みがこううまい具合にあっていいんですよね。まあそこまで行くと高いですけどね、1本何万何十万って世界ですけど、まあそれでも探せば安いのありますから、まあ、気になった人は一度、まあ生きてるうちが花ですから試してみるのもいいかもしれません。まあ、ワインのうんちくはともかくとして、まあ、食い物がないとね、まあ、ワインにはチーズですね、行きがけに千歳烏山の西友で買ってきた切れてるチーズカマンベール入り、まあこっちの方が私は好きなもん であと冷凍食品なんですよ、春巻きで、冷凍食品ってレンチンするなり揚げなきゃ食えないっていうそういった刷り込みがありますけど、ここ、これ自然解凍 OK って書いてあるんですよ。で千歳烏山だいたい10時ぐらいに出て、まあその時に買って、で今はもう17時過ぎですからちょうどいい具合になってるわけなんですよ。しかしこの公園もう今ほとんど人がいないんですよね。まあ、帰るのが大変っていうのもありますけど、この季節なんか駐車場の最終出庫時刻が17時っていう話で、それで人が少ないようです。それになるべくこういうところでだべっていかないとね、帰りのバスがね、まあ最初の方の動画でご覧になったようにあんなにもう本当ラッシュの、ね、ラッシュハワーのような人混みでしたからね。だからここ暗くなるまで、まあ、本当に人が閑散とするまでちょっとだべってないと、ちょっとあの満員バス乗って帰るのは嫌だなっていうのがあります。これがもしちゃんと食えるのであれば、何も現地で高いね食い物、高いこう屋台で、うん、例えばもし春巻きがあったとしても1皿 2,3 本入って500円とか600円とか、まあ、それでも良心的ですかね、払うことないですから。西友だと136、7円税抜き、税金入れても150円ぐらいですので、まあ普通に仕上がってるって感じですね。別に凝ってもなく、じゃあちょっと1個食べてみましょう。いただきます。これはうまい、普通に春巻きですよ、ちゃんと解凍されてて、だからこれからの季節ちょうどいいんですよね。出かけにスーパーで買ってでダラダラして昼過ぎにはちょうど溶けてちょうど良くなってるっていう、そういう塩梅ですから、夏、まあ夏でも昼にはちょうど溶けるからいけるんじゃないですかね。あと冷凍でいいと言ったら、あと冷凍枝豆って言ってもありますね、あれなら1袋150円ぐらいで買えますから。で現地行ったらまあそこその場で、うん、ビール買って、で枝豆さん、まあビール買わなくてもまあ焼酎を小さなペットボトルに入れて現地のまあサイダーで割って飲むっててもありますからね。じゃあチーズの方もいかしていただきますね。いただきます。チーズとワインって本当合いますね、最強ですね。しかもこの
ちょっと本当切れちゃいましたけど、このカマンベール入りのこっちの方が味がマイルドでね、私は好きですね。ね、こういうのをこういう地区で食べてると本当ちょっと危ないんですよ。トンビが狙うんですよ、この湘南地区は。以前はそうじゃなかったんですけどね、人間のこういう食い物がうまいっていうのは変に学習しちゃいましてね。だからハンバーガーとかちょっと食ってるとね、いきなり後ろからトンビがこう、本当にトンビが油揚げさらうなんて、本当にあれマジでトンビがハンバーガーさらうってやりますからね、ここら辺のやつらは。ただもうこの時間になると鳥って夜飛ばないですからね、基本的に。だから安心して食えるっていうのもあります。鳥とかの本当に視力っていうのは、なんか視力だと 6.0 とか 7.0 あるって言いますからね。だからこの湘南地区でそういうハンバーガーとか、フライドチキン、そういう時はなんか木の下で食えとか、屋根のあるところの下で食えって言いますね。この街灯が点灯すると思ってここで撮ったんですがね、これつかないですね。節約だか故障だかしてるようでダメだね。ちょっと場所移します。他の街灯はついてるんですよ。でもこのねえ、このカメラが明るく映るっていうのもありますけど、これ美しいですね。たまんないね、こういうのが。こういうのがあるから湘南地区っていいんですよね。いいですね。